住居表示実施前後の町名町域対象地図、高木町は、かつて、東京都港区青山にあった町である。青山高木町は、江戸時代の河内丹南藩、高木邸とその田武家地を合併して1873年に成立した。町の名称は、高木市の木を十に変えたものである。町域は、現在の骨董通りの東側半分の周囲から、 西麻布も含めた六本木通り周辺にかかり、現在では、幹線通り沿いが、ブティックや、オフィスビル、路地には高級マンションや邸宅が並んでいる。高木町交差点の先には、日本赤十字社医療センターまで伸びる、日赤通り商店街がある。高木町の一帯は、明治時代以降も屋敷町であったが、1965年に、 住居表示が実施され、南青山の一部となって消滅した。高木町交差点界隈や、富士フィルム、西アザブビルなどは、1970年代を中心に、多くの映画やドラマのロケ地に起用された。フレッシュマン若大将、ブラボー。若大将、俺の空だぜ。若大将、日本一の断絶難、日本一の、悪乗り男。直撃地獄拳大逆転。 君をふんどの川を渡れ、腐食の構造を、ホワイトラブなどで見ることができる。高木町には大東は戦争中、資源調査を目的とする研究機関、資源科学研究所が置かれていた。しかしながら研究所の施設建物は1945年5月、アメリカ軍による東京大空襲の被害を受けて、周辺一帯と共に消失し、日本の敗戦後には百人町に移転した。 1954年には美術学校、説、モードセミナーが開校し、1965年に移転するまでの約10年間、高木町で芸術家を育てていた。屋敷町であった麻布郊外町から高木町にかけて多くの著名人が今日構えていた。連合艦隊司令長官山本五十六は結婚直後、高木町に居住していた。 1905年には小説家、徳富ミ香が暮らし、芸術家、岡本太郎が、両親、岡本かの子、岡本一平らと共に暮らした、自宅兼アトリエも高木町にあった。岡本家の急遽は、アメリカ軍による東京大空襲で消失したが、戦後も岡本はここで創作活動を行い、岡本の死後には、美術館、岡本太郎記念館となっている。 三菱財閥創業一族出身の実業家、岩崎敏夫も高木町で育ち、近隣の西南小学校に通っていた。また、新宗教、寄進会の初代会長、飯島昭吉は高木町で洋服店を営んでいた。高木町交差点1964年、東京オリンピック開催に合わせて六本木通り上に建設された首都高速道路3号渋谷線のランプには、 高木町の名が採用され、町名消滅後の1967年9月に、共用開始した。また、六本木通りと骨董通りの交差点、高木町にも、高木町の名が残されている。ABC 今尾圭介、失われた地名を手がかりに、東京町歩き、特集、東京の地名町それぞれの物語、東京人、第20巻第5号平成17年5月3日。 発行、ありがとうございます。